皆さんこんにちは、竹脇まりなです。そしてガーウィンです。はい、ということで本日は皆様に重大な重大な大事なご報告がございます。この度タクトレブランドマリネスの販売を開始させていただきます。本当に嬉しいね、ベビー。初めてに聞く方もいらっしゃると思うのでご説明しますが、私たち夫婦で心も体も健康になって自分のことをもっと好きになるっていうテーマで YouTube だとか、まあいろんな活動をしております。で、私たちが配信している運動だとか食事メンタルっていうのは総称してマリネスっていう名前を視聴者の皆さん、マリトモさんたちがつけてくださったんですが、本当に本当にたくさんのリクエストをいただきまして、タクトレが楽しくなるような商品に特化したブランドマリネスっていうのをずーっと計画しておりました。ずっとしてたね。第1弾の商品をようやく皆さんのところに発表できる状態になりました。で、今回ね、皆さんからのリクエストをとにかく生配信で聞きまくって、お家で運動するときにはね、どんなものがあったらみんながワクワクしてもっとね自分を好きになって楽しめるかっていうのを追求してね、もう本当にそれだけね、お泊まりともさんからのお声をいただいて、どういう商品を作るかっていうのをもう厳選させていただいたよね。本日発表になる3商品っていうのは今日は紹介していきたいと思います。それでは動画スタート。じゃあ早速ね、一つ目の商品でございます。一つ目は私が今着ているマリネスのボックスロゴが入ったボックスロゴ T シャツでございます。で、マリネスのアパレルシリーズっていうのはレディースラインとユニセックスラインとキッズラインっていうのを作っております。で、このボックスロゴ T シャツはレディース、ユニセックス、キッズ全部に対応しているものでございます。なんでレディースとユニセックスを分けたかっていうと、まずレディースの方っていうのはスタイルアップを目指していくような綺麗なラインっていうのを目指していまして、今着てるのもそうなんですけども、丈感だとか胴体周りっていうのを少しタイトめにしてあって、ボトムとのバランスが取りやすいようになっています。シンプルなんだけど女性らしくね、こうスタイルアップ着たいっていう場合はレディースラインを選んでいただくのがいいかなと思います。一方でユニセックスラインっていうのはレディースの人でもメンズのもの着たりだとか幅広くなってきてるなってね。男女兼用のアイテムとか服とかって最近増えてるよね。男性でも女性でもどんな体型の方でも着れるような、少しオーバーサイズだったりだとかゆったり着れるデザインっていう風になっております。で、ボックスロゴ T のね話に戻りますと、3色のこのお色味を用意しております。で、今持ってるのはレディースの M サイズでございます。ブラック、ホワイト、ラベンダーの色です。このラベンダーの色味可愛いよね。可愛い。それもマリトモさんからのリクエストだよね。いいところがありすぎるんだけど、とにかくまずね、生地がいい。生地がめちゃくちゃ、これはもう生放送でなんか言ったことあーっていう感じなんだけど、今回すごく大手の生地のメーカーさんの工場を使ってるんですけど、肌触りが柔らかくって洗濯物に入れててわかるもんね。あの乾燥機から取った時に変わった感じでわかるっていうくらい、本当にね肌触りが柔らかくって着やすいの。これは本当トレーニングでも使いたいし、パジャマとしても使ってるね。そうだね、私服でもね着れるようになっております。生地はコットンが 100% になっていて、胸のところにしっかりマリネスっていうロゴとマリネスのタグをつけております。このタグもねめちゃめちゃ私サンプル触りまくってチクチクしないやつを選んでおりますのでご安心あれ。で、実はねチラリと腰のところにねマリネスマークのロゴが入っておりまして、さりげない感じなのでね、どんな服にも本当に合わせやすいかなと思います。はい、ということでこんな感じで、私は161センチで今約50キロなんですけども、普段は私はレディースの M サイズを着ております。あのね、本当にどの色も超お気に入りで、何にでも合わせやすいからね、めちゃくちゃ着やすいのでおすすめです。レディースは S、M、L があるのでご自身の好みに合わせて選んでみてください。はい、続いてユニセックスのボックスロゴ T シャツのご紹介です。で、私が今着てるのが M サイズのラベンダー色になります。さっきのねレディースのと比べると同じ M サイズですけど、このくらい丈の感じがねちょっと違くなっております。でもねこの辺ね好みだからね、本当にどっちでもありかなっていう風に思います。で、このユニセックスの方はちょっと腰回りがね気になったりとかする女性の方だとか、あと男性の方も着れるようなデザイン感になってるので、ぜひぜひ見てほしいです。
ダーウィンが今着ているのはユニセックスの M サイズになります。白も黒も似合うよね。ちなみに僕は 169.7cm で体重は 63kg、 標準的な男性かなと思います。これさ、夫婦でユニセックスの M サイズと L サイズとかで色違いとか買っても良さそうだよね、うん、てかうちらそうなってるよね。なってるねどんな体型の方も心地よくスタイリッシュに着れるかなと思いますので、ぜひぜひ見てみてください。はい、私もユニセックスの M サイズを全色着てみました。こんな感じです。いや、着やすいんだよね。下ジーンズでもいいし、うん、マリナよりもっとタイトなスキニーとか履いても可愛いと思うし、うんうん、下のボトムを選ばないっていうのがあるからね、めちゃめちゃ使いやすいです。はい、というわけでボックスロゴ T シャツぜひぜひ見てみてください。で、ちなみに私たちちょっとね、まだお子ちゃまがいないから着せてはないんですけども、あのキッズがね、むっちゃ可愛いと思うのよ。親子でね、スポーツ T シャツをさ、おそろで着るってもう痺れるほど可愛いよね。森友さんは家族で見てる方が多いからね。そうだね、親子で気になる色を探してみてください。はい、じゃあ続いてはね、二つ目の商品、トレーニングタオルでございます。タオル、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 多分リクエストが多かった商品なので、めちゃめちゃ布の素材にこだわって作りました。これがこちら、マリネスタオルでございます。リバーシブルになっておりまして、モノトーンのトレーニングタオルになっております。トレーニングする時のタオルってさ、あると便利だよね。普通のタオルでももちろんいいんだけど、自宅でトレーニングすることを想定してるので、まず汗の匂いに強い加工になってます。タオルの生地自体にその消臭加工というか、匂いが気になりにくい加工っていうのをしてあるので、べちゃべちゃにね汗をかいて拭いても匂いにくいっていうところがね、一番のポイントかなと思います。あとね、汗ね、すぐねヒュッて吸うの。吸水性はある。しかもその後に速乾性、乾きやすい素質も持ってるから、なんか拭いたらねサーって感じ、うん、拭き取れなくて嫌な感じみたいなのがないんだよね。いいペーパータオル買う時にテーブルの汚れとかすぐ取れるやつ、根こそぎ一回でサーって、ね、そう、それのタオル版あー、なるほどね、確かに確かに、うん、パッパッパってやるだけでもしっかり取ってくれるし、その後触っても乾きやすいし、匂いにくいっていうね、トレーニングタオルになっております。で、これメーカーさんもご了承してたんだけど、後からその防臭だとか付け足したわけじゃなくて、もう布のその素材自体にそういう性質を持ってる最強 DNA、 そういう素材なんだって。半永久的にさっき言った効果がね、持続しやすいだそうです。何度も洗ってるしね、はい、あ、もう全然洗ってる、超使ってる。白とね、黒であの裏面にしたのはビジュアルがかっこいいっていうのもあるんですけど、女性とかが汗拭く時とかにちょっとファンデーションとか気になったりとかするかなと思ったので、裏表色違うようにして、ちょっと汚れもね目立ちにくいような工夫をしておりますので、ぜひぜひこれも見てみてください。ラストはこちらのサウナスーツでございます。もう全部こだわってんだけど、もうベビーこれやばいよね。このサウナスーツのレディースとユニセックスでデザインが違うものを用意したんですけど、サウナスーツっぽくないサウナスーツっていうのを目指しました。はい、特にこれから冬になると外で運動もしづらくなったりとかして、家の中でこう汗かきたいっていう方多いと思うんですよ。私がね、もともとね、去年からずっとそうで、サウナスーツにちょっとハマってて、一時期ずっと着てたもんね。家の中でどちゃ汗かけるってすごい気持ちいいよ、うん、それをね、みんなにもシェアしたくって今回こだわり抜いて作りました。伝えたいことがね、こうもうめちゃくちゃいっぱいありすぎるんですけど、まずね、素材めちゃめちゃこだわってて、汗をかくことを目的としてるので、中身がね、こんな感じで通気性ゼロ、このアルミフォイルみたいなギラギラした素材になっております。蒸し鶏みたいな自分の体温で自分で自分が蒸される。運動しなくても今着てるだけでもね、もうどん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 ムシムシしててちょっとね熱いので、あと2つ目のポイントはサウナスーツなんだけど、ストレッチ素材になってます。すごいよねこれ、めちゃくちゃね伸びるの、ほらほらほら、ビヨンビヨンね、伸縮性があるような素材になってます。ランニングする時も大丈夫だし、家の中でただ筋トレをするだけっていう時もね、全然大丈夫です。そうだから、動きの本当に邪魔にならないんだけども、めっちゃ蒸されて汗がかけます、うん、いわゆるサウナスーツ独特のそのシャカシャカ感みたいなのもちょっと抑えるようにしてもらってるので、サウナスーツ感がないスタイルかなというふうに思います。これでコンビニとか行っててもサウナスーツで汗かこうとしてる人だねっていう風に見えない、見えない見えないよね、うん、結構美脚になれるようなラインになっております。ウエストはねゴムになってるので履きやすいし、ポッケがついてるんですけど、このポッケ全部ねチャックがつくようになってるの。外とかランニングするときってさ、うわーとかって走っててさ、鍵とか落としたらなんか嫌じゃないですか。マリネが一番最初に要望したやつだよ、ね、そうなの、意外とねないやつ多
いのよ。はい、ということで、今ダーウィンが着てるのがユニセックスの M サイズになっています。で、私が着てるのがレディースの M サイズっていうことで、ちょっとね、ラインが違うような感じになっておりまーす。どうかしら、どうかしら。上半身のラインはレディースの方が少しタイトな感じになってて、ユニセックスの方は割とワイドな、男性も女性もゆったり着れるような感じ。ストレッチ性はすごいあるから、全くその、不快感、不快感、不愉快感。アンカンパトボじゃない。アンカンパトボじゃない。レディースの方はキュッとここがすぼまるようなデザインになってます。足がすっきり見えるようにこういう加工になっていて、足持つユニセックスの方っていうのはズボン自体がワイドなので足首から汗が漏れないようにマジックテープをつけていて、足首の止まり具合っていうのをね調整できるようになっております。サウナスーツなので足首はね締まってた方が空気も入りにくいし使いやすいと思うんですよ。そうだからね、ワイド目に着たい人はユニセックスだね。そうだね。うん、あとここにもねマリネスのマークが入っててちょっとおしゃれになってるんだよね。私ここ好きなんだ。今度はユニセックスの M サイズの方を着用してみました。ダーウィンがさっき着てたやつです。女性がこのユニセックスの方を着るとこんな感じになります。161センチの私が着るとちょっとオーバーサイズになったりとかして、太もも周りとかもワイドな感じで着れるかなと思います。若干丈が少し長いかな。こだわりポイントばっかり言っちゃうけど、首元のね高さっていうのもね、女性がファンデーションとかがねついたらここら辺とか汚れがちだと思うので、汚れないくらい少し低めに設定してあります。お化粧してても安心。はい、ということで今紹介した3商品を本日から概要欄のリンクの方からご購入いただけるようになっております。嬉しいねベビー、マリトモさんたちと一緒にブランドが作れてるっていうのは本当に私は嬉しい。このマリネスっていうブランドは宅トレを楽しんでもらうっていうコンセプトのブランドではあるんだけど、私たちが常に思ってるのは自分を好きになるために運動をするっていうことなんですね。フィットネスの動画とかでもなんか自分が好きな自分でいるために運動しようねとか、他人と比べるんじゃなくて比べるのは過去の自分だとか、もう常日頃私自身も自分に言い聞かせてる部分もあるし、今日発表したマリネスもマリネスをつけることでもっと自分を好きになるスイッチが入るようなブランドにしたいと思ってます。この服を着るときはとりわけ自分をもっと好きになるっていう感覚はぜひ持ってもらいたい。そういうブランドに築き上げたい。でインスタグラムの方とかではねちょこっとお出ししたんですが、他の商品もめちゃくちゃ今企画してるところで、12月中だとか来年の1月以降定期的に皆さんにめちゃめちゃいい商品を出せるように今絶賛お作り中みたいな、それもねぜひ楽しみにしていてください。またね生配信なので皆さんの意見を聞きながら宅トレが楽しくなる製品を作っていこうと思います。マリトモさんと一緒にぜひ今後も作らさせてください。そうだね。というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。皆さんと一緒にね生配信とかいろんなところで揃いで着れたら私自身も本当に嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。またねー。楽しみ、みんなに届くの楽しみ楽しみ。